今あちらから降りてきてます。やっぱりあの畔上丸からもう下山しだすと、まあ登ってくる方、あるいはあの下山途中の方と、まあたくさんのあの登山者の方が、歩いてらっしゃって、まあ賑やかになりますよね。まだまだ登ってくる方もいらっしゃいますね。まだお昼前ですからね、あのちょうどお昼を畔上丸の頂上で迎えようという方もいらっしゃるかもしれません。途中にはこういう、なんていうんですかね、階段というよりはしごですよね。そういう場所もあります。かなりの傾斜で。で、また、まあ、少しですけどね、上り返していくというところですね。綺麗ですね。こちらへ降りていきます。なんか痩せ尾根をどんどん標高下げていくような感じで、今あの標高900メートルぐらいのところですね。だからあとどうだろう、350ぐらいかな、落とせばいいということで、結構効率よくいきますね。こんな感じですからね、水平が。バシバシと降りていってます。こんな場所もありますね。あそこから降りてきたんですが、多分あった道をですね、押し流したんですね。岩が崩れてきて、ドドドッと。で、あそこをまあ適当にこちらへ渡ってきて、またこう、来ると。という感じで登り返す道になってます。こちらへ行きたいと思います。沢の音が聞こえますね。ちょっと開けたところに出ました。綺麗ですね。よくこれだけの石がゴロゴロしてますよね。まあ、この道に出るとちょっと分かりにくいんですよね。ただ基本あのこの、沢というか枯れ沢に沿って下っていくような感じなんです。道がね、不明瞭になりますから分かりづらいんですけども、まあ他に行きようがないっていうのもあるんですけどもね。こちらへ下っていきます。このままあの左に行けば西沢出会いなんですけれども、右行くとあの本棚があるんで、ちょっとそちらへ寄ってみたいと思います。あちらへね。すごい綺麗な水ですね。いや、ここは癒されるかもしれない。左へ 1.5 キロで、まあ、西沢出会いなんですけども、もう一つ下田野っていうのがあるんですね、あちらに。あちらにちょっと行ってみたいと思います。寄り道。
シモンタナゴ。木の橋がかかってまして、何回渡ってんだろう。だいぶ渡りまして、あと 0.6 キロのところに来ました。これなかなかですよね、バランス感覚。いい具合の丸石を、あとね、600メートル、こちらに歩いていきます。今日はホンダの西モンタナも見られてよかったな。あとは沢沿いをね、歩いていくんですけど、まあ、あの道を間違えないように気をつけながらね、行かないとダメですね、ここは。広い河原に出ました。あの席の右側を越えますと、もう間もなくビジターセンターになります。西丹沢公園橋にかか、帰ってまいりました。この橋を渡りますと、もうビジターセンターなんですね。西沢にかかる橋で、あそこにもうビジターセンターが見えてます、左手に。そんなに多くないですね。川遊び、何人かなさってますけれども、それほど多くはない感じです。ずっと回ってまいりました。あ、もうちょっと山の方には雲がかかってますね。やっぱり天気が崩れるって言ってましたけれどもね。無事に帰ってまいりました。ありがとうございます。今ビジターセンターの中なんですけど、模型があるんだな。大きさはここに、この辺なんですね。ここだからこう来て、犬吠寺、大室山、影有道山、白石峠で、安治川丸で、こう来たと。丹沢だ。へえ。白と黄身が西丹沢の石、白石瓦が特徴、新鮮な編成感。なるほど、化石から分かったらこの西丹沢。へえ。沢は楽しい秋の花、沢沿いの植物で一番食べない植物、普通山に咲く夏の花。植物。西丹沢花の四季。詰まった。マメ桜。白い足をね。なるほど。花の時期しかない。豊かな自然。
からず、一つ、個別の近くにあるんですけど、ね、しかし、そのだけ押すというか、はい、多くは、頭骨が水にあるということではなく、薄時間の下ならば、キスキの胸頭骨が一体化している。しかも、その、ま、攻撃が終わった3月頃に、雑誌、春になるごとに再び入っていくということで、ここを開けてした。スイッターは自分2000年だった。このようにのというと、牛や鹿の角を思い浮かべるというと、角の角のようなのが人生度に限られていると見たいところが、どこかに本人に行くそのクジラのものに比べ、一角については人のペッパーは象の牙で述べたとおりなので、ここはユーテイルの角の角です。ユーテイルがクジラの仲間を持つ牛や鹿の、クジラデグテールと馬やサイの規定目に分けられる。規定目のサイというのは、5キロ以上道なりです。